な朝からありがとう。オメガモンさんこんにちは。シュウケンさんこんにちは。オラオオズさん、タムヒロさん、ケンさんこんにちは。ナモナモさん、金のハートありがとうございます。ヒデボウさん、あゆみんさん、あずきさん、やすさんこんにちは。やっほー。じゃあ、ま、書いてある通りメイクをします。あ、まさとんさん、親衛隊32人目ありがとうございます。イエーイ、ありがとう。米沢二郎さんこんにちは。ケンさん、金のだるまと流れ星ありがとうございます。徳さんこんにちは。メイクしてくわ。たけさんこんにちは。かゆ水原の赤 T さんこんにちは。タムヒロさん、流れ星ありがとうございます。徳さん、ハートありがとうございます。やっほー。ケロロさんこんにちは。なんか今日は曇り雨みたいな感じなんだけど、今のところは晴れてますね。晴れ。ゴレヒロさんこんにちは。晴れるに越したことはないんでね、嬉しいんですけど、なんか明日は晴れなのに明日の方が気温が低いっていう、なんか謎の現象。今んとこ寒くないかな。さっきなんか若干ね、ちょっとドアこうやって開けて外の様子を確認したんだけど、でもめっちゃ暑いわけでもなく寒くもなかったって感じ。七瀬さんこんにちは。そう、すっぴんなんです。まだマジ寝起き、でも寝起き30分ぐらい今です。やばいです。あんま見ないでくださいあんま見ないでくださいとか言って配信すんだって話。霧雨、タケノコ掘ってきたけどびしょびしょ。あ、なるほどね。そっかそっか。タケノコ掘ってきたってどっから掘ってくんの？知らない山から取ってくるってこと？じゃなくて自分のってこと？え？なんかさ、基準っていうか、なんかその常識が分かんない。あ、自分家の山とかあるんだ。すごすぎ。人の山から取ったら窃盗か。普通に山菜採りとかもさ、おばあちゃんとか言ってるけどさ、なんかどういう基準で言ってんのかよくわかんないんだよね。行ったことないから。カズーさんこんにちは。おはよう。すごいな、私はマジで無理だな。怖すぎる。山入れません。もう敵がいっぱいいるから、私は無理すぎる。食べる専門。山菜とか食べないけど。あ、やけるさんこんにちは。タケノコ降りる時で無音って書いてある。あー、タヌキはね、おばあちゃん家に行く山道とかでよく見るけど、だからきっと降りてきたタヌキだろうね。イノシシは形跡、あ、そうなんだ。イノシシとか会っちゃったら結構大変だからね。形跡だけの方がまだいいんじゃない。スエンさんこんにちは。スズヒトさんこんにちは。そう、田舎は普通にいますよね、山とか。山じゃなくても見るけど。スズヒトさんこんにちは。そう、
箱石井さんこんにちは。スエンさんバラありがとうございます。あーなるほどね、タケノコ掘りイベントとかやってみたいと思ったけど、まるまる内山じゃん、それは難しいね。後ろの壁面か、あ嬉しい、そうなんです、作ったんです、なんか下手くそながら、そうせっかくならと思って生かそうかなと思って天使たんマスルさんこんにちは。そうこれ月ごとに変わっていく予定なのでとか言いつつ、4月用に作ったチューリップ貼ってしまってるけど、まあいいよねみんな、まあいいよねみんな。村田さんこんにちは。鈴下さん紅茶ありがとうございます、ありがとう。他のイベントやった人は次の年勝手に来られて取られた人、ああそうなんだ、私辞めるときに全部紅茶にあげちゃう、あなるほど、確かに。でもね本当に働いてたってとかってなったら、もっとたくさん、こんなのじゃないもっと素敵なやつがたくさんあったと思う。あーなんかパフとかも飛んでっちゃったりとかして、そうみんなの前で作ったんですよこの間喋りながら。えそうで個人のものっていうか、なんかその年に担任持った人とかが作んないといけないので、まあ全部絶対一人で作んなきゃいけないわけじゃないけど、えでももう違うんです、型紙に沿ってやっただけなんです、だからマジで合わせて切っただけ、私がすごいんじゃなくて型紙を作った人がすごい人マジマジなんかすごいことみたいになってるけど、そうなんです、だから全然しょぼいです私は。配信でやったんだよねみんな、なんか私でもなんかすごい人みたいになっちゃってるけど、気まずいな逆に。えそう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 、だから担任の先生とかが作るんだけど、もうねしかもこんなちっちゃくなくて、もっとでかいやつなの、なんか例えばさ保育室の壁面とかってなったら、あの誕生日とか、それこそそう誕生日とかなの、だから1月から12月まで作って、だからその1月に誕生日の子の名前を書くとか、もうそういうのがもうさ凝ったやつがさバーってさ貼ってあったりとかするのよ。あとは他にあの季節のやつがあったりとかみたいな、もうとんでもないなと思うもんね。カズーさん新衛隊33人目ありがとうございます。そうすごいのよ。山形かかしさんこんにちは。村田さんハートをたくさんありがとうございます。じゅんくんやぎやぎさんこんにちは。そうあとなんかそのクラス以外のなんかその例えば玄関とかだったら多分順番とかだと思う。あそうやっぱそうだよね、玄関、うん、順番に玄関の、そう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 、で私はその玄関のあの壁面とかを実習の時にやらせてもらって、なんか本とかあるんだけど、なんかそういうね壁面の案みたいな、あの何月はこういうのどうですかみたいな案がいっぱい載ってる本が売ってるんだけど、そういうのが円とかに置いてあるから、そういうの見ながらあの作る。でもそういうのは型紙とか印刷とかできないから、もう見よう見まねで自分で作ってたって感じ。あんま得意じゃないでもそれ。ですよね。ヤギヤギさん金のだるまありがとうございます。ごま豆腐さんこんにちは。時間外で作る、いや私はあの実習だったから実習中にやってたけど、でも多分先生とかは時間外に作ってると思う。なんか乳児クラスの先生とかだったら、あのまあ午睡お昼寝の時間があるから、でもなそういう時って結局連絡帳とかに時間取られてんだよな。そうだからまああったとしてもそういう時間だし、まあ幼児クラスだったら多分午睡とかないところがほとんどだから、そうだから多分時間外です普通に。しかもさそれで実習生まで見てとかマジ大変だなと思うもん。なんかすごいさそうやってなんかこう大変なことを
任されてるっていう気持ちになるけど実習中って。でもなんか終わってこう客観視できるようになると、いやでもでもなみたいな。だから例えばうちらみたいなことをやってるし、もっと責任があるじゃん担任の先生とかだったら、実習生とかよりも。それで子供たち見ながら実習生の世話までしてってなったらマジ大変だよなって毎回思ってた。そうだからせめてあのいる時間ぐらいは、私たちがいる時間ぐらいはなんかそのもうやらされてるみたいな気持ちは持たないようにしてたよ。っていうかなんかそのやらされてるわって思うのって大学にいる時間だけなんだよね、意外と。なんか実習先に行っちゃうと別にそういう気持ちになんないの。そう、あゆみんさん流れ星ありがとうございます。幼稚園の映画、すごい、幼稚園の映画とか忘れたわ。てかなんか実習にさ行ったの、母園に、私の出身幼稚園に行ったんだけど、なんかそれでも忘れてた、変わってないって言われた。え、変わりましたとか言って、だから変わってないよって言われて、あれあれれってなった。みやさんこんにちは。ワンワンも5000、いやいやしたいけどね、マジで半目でやってたけどね。でもね、子供たちのね寝かしつけの時とか超可愛いんだよね。トントンしてーとか言ってくんの、くーほんと可愛い。しかもなんかでもさ、手って2本しかないじゃん。だからトントンしてって2人から言われたら、まあその子たちのさ布団をさ、私を挟んで両脇にこう置いてこうやったりとかするんだけど、もうあっちとかさ全然違うとこからなんか先生来てとか言われると無理やん、手がないから、ちょっと待ってとか言って、でこっちに寝かしつけるじゃん。で行った時にはもう寝てたりとかすると、可愛いってなるの。可愛いしごめんってなる、間に合わなかったってなる。さんちゃんこんにちは。渡り鳥さん、よったさん、羽鳥さんこんにちは。あー出身幼稚園だから、なるほどね。いや午睡ってさ、本当になんかさ、もう暗くして部屋とかカーテンとか閉めて、でなんかさ眠くなる、なんかヒーリングミュージックみたいなとかかけてるとか多いのね。もうこっちがヒーリングみたいな、いや眠やべーこれ意識飛ぶと思いながらやってる。あーさん絶対素敵。いや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 、全然私なんてそんな、なんかマジでもう子供が好きっていう、もう根性だけで乗り切ってたし、てかでもちょっと不思議な話ってか、でも絶対私だけなんだけど、ちょっと不思議な話があって、実習中って子供帰りしちゃうんだよね私が。しかもなんかあの私ってさ関東の大学に通ってるけど、地元が新潟じゃん。だからさ地方組なわけですよ、言ってみれば。でそういう人たちって地元で実習先探さなきゃいけないことが結構多いのね。でなんかだからさ普通にさ最初の幼稚園実習と施設実習以外は地元でやったんだけど、私だからさ地元でやるっていうことはよ、だから実家から通えるってことだ、でもすなわち親がいるってことね、家に帰ったら。甘えちゃうんだよねすっごい、何なんだろうねあれ。普通に実習もさ結構きつい、朝早いし、まあ記録とかいっぱい書かなきゃいけないしっていうのはあるんだけど、なんかすごい子供帰りしてましたね、あれやってこれやってみたいな。カズさんこんにちは。あエニオさんこんにちは。ハナさんこんにちは。ノリピーさんこんにちは。
えんにょさん親衛隊34人目ありがとうございます。ありがとう。かしゃ、わかんない、わかんないけど、そう、そうなんや。慎太郎さんこんにちは。実施中そのえだよね。あれが家でのスタンダード、いやスタンダードだけど、なんかもっと、そう、私甘えん坊なんだよね多分。ちょっとまさかの自覚なしっていう多分とか言って、え、そう、でも多分甘えん坊なの、おそらくね、メイビーって感じ。ネロケンさん、ハシルさんこんにちは。ネロケンさんハートありがとうございます。慎太郎さん金のだるまありがとうございます。ハシルさん流れ星ありがとうございます。そう、おそらく甘えん坊なのかもしれないっていう。なんで定型文ダブ、え、それな、なんか落ちてた、バグ、怖いよね。でも自覚ないです普通に、まあ、ちょっと甘えたい時もあるかなくらい。なんか私さ、親とかおばあちゃんちとかめっちゃ甘えちゃう。おばあちゃんちなんてもうさ、別に甘えなくても勝手に甘やかしてくれるからね。なんかさ、ママの方のおばあちゃん、なんかママの実家よね、ママの実家によく遊びに行くんだけど、帰ったりした時、帰省した時ね、行ったりとかするんだけど、あのご飯とかさ、おばあちゃんが作ってくれて食べてさ、で食べ終わった食器があるじゃん、ご飯を食べたってことは目の前にねあるじゃん。でそれとかもさ、なんかママのやつはもうさっさとなくなるの、だけどママのやつはなくならなくて、ママも待ってんじゃん。ママも待ってんのも面白いんだけど、ママも待ってて、そしたらなんか、お前は自分で持ってこいとか言われてんの、おばあちゃんに。え、おかしくないとか言う。いや娘とか言って、いやこの場合は孫も娘もおかしいからあれなんだけど、そう言ってた。まだ出た、なんでマウだけとか言って言ってますね、いつも。天使の雨宿りさんこんにちは。素敵なご家族。それでこれでいいんですか。そう、マジでおもろうと思って、面白いよね。コントなのとか言って、マウ先生、そうだよ、天使さん、だるま、ありがとうございます。子供たちにマウ先生って呼ばれてた、可愛いんだよね。グッドもありがとう。孫は目の中に入れても痛くないっていうか可愛いもんね。めぐみのさんこんにちは。私あれがめっちゃ好き、カレンダーマーチっていう曲があって、さ、歌い出し忘れた。でもカレンカレンカレンダーマーチ、一年経ったらまたおいでってやつ、あれ、もっちさんこんにちは。ちょっと待って、めっちゃ気になるんだけど、マーボーさんこんにちは。ちっちゃい音だけ聞こう。
ベンダーマーチ、4月は小学1年生ってやつなの。ちょっと待って、音でっかいな、意外と。庭には福寿草、3月寒さにさようなら、4月は小学1年生って。こんなに早かったっけこれ。でも1月からか。全然覚えてないわ。こんなだったっけ。1、2、3、4月しか覚えてなかった。4月か。1月から4月までしか覚えてない。こんなんだったっけ、全然覚えてないわ。この曲好きなんだよねとか言って一個も覚えてない。草ですね、だいぶ。福寿草とか2月渋く、え、あるよ結構そういうの。子供の歌とかなんかこれ渋くないみたいなのあるある。だからちっちゃい時とかマジで意味わかんないまま歌ってたもんね。なんだろうって思ってたそれ。そう、1月いっぱい雪を降れ、2月の庭には福寿草、3月寒さにさようなら、4月は小学1年生、カレンカレンカレンダーマーチ、1年経ったらまたおいで。今日も可愛いぞって、ありがとう。まだ全然完成してないけどね顔。そんな褒めてくれんの、ありがとう。カレンカレンカレンダー、楽譜引っ張り出してきた。わあすごい、私弾けない私は弾けませんので。そう、本当でもね、ピアノができてたら多分私就職してた普通に。コギョマイケルって曲があって、コギョなんだけどコギョって勘違いしひろひろしさんこんにちは。でもあるよね、そういうなんか歌詞間違いみたいな。ひろひろしさん、金のハートありがとうございます。そうなんです、ここ保育士さん多いんです、このルーム。保育士さんとか保育士資格持ってる人がめっちゃ多い。不思議だよね、なんでなんだろうね。お出かけする、一応。そう、昨日本当は予定入ってたんだけど、昨日ずらした予定があるので今日は一応メイクしてるって感じです。しかも福寿草に関しては未だに何か分かってない。おバカさんこんにちは。話が合うから、え、分かんない。でもさ、私保育士資格とか取りましたって言ったのめっちゃ最近だよ。後回りではない、わかんない、多分違うと思うけど。
そう、めっちゃ最近です。本当にこの4月とかです。空白組長さん、こんにちは。そう、それまでずっと何の大学に通ってるとか全く言わずに4年間過ごして、なんかさ、実習とかの関係でさ、あんま言わない方がいいかなって思ったんよ。青空さん、こんにちは。そう、なんか私じゃなくて縁に迷惑がかかってしまう場合があるかなと思って言わなかったの。そう、で、卒業するまで何にも言わずに、まさに、ジェニーハウス、懐かしの、もはや懐かしの、ありがとうございます。私も嬉しいです。そうそうそう、それで卒業してから、大学卒業してから言いましたね。そう、友達とね会うんですけど、お泊まりかは分かりません。でもなんかさ、ノリでさ、泊まっていきなよっていう感じの子だからで、私ってさ意外と友達いるんだよみんな知ってる？すごい友達いないとか言っちゃってるけど、ですよね、現役中だったらあんま言わないよね。そう、だから逆になんかその保育士として就職しながらこういう活動はできないなと思ったの。幸吉さん、こんにちは。だからなんかいいよって仮に言われたとしても絶対無理と思って。不正時間、いや大丈夫大丈夫ね、あゆみんさん大丈夫です、全然大丈夫です。前しか見てないので。レツカヨさん、こんにちは。過去のことを振り返って悔やんでも仕方ないからね、もう時間無駄。それを生かして反省点とかをねこう見つけるならいいけど、くよくよしてるのは時間もったいないんで。そんなんだったらその時間にできることをやった方が絶対にいい。本当は友達いないってのは俺みたいなの。そうなの？私がいるやん私がいるやん。そうだよね、もうさ、もったいないよ時間とか。しかもさ、自分が後ろを向いてる間にもどん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 時間って進んでるからさ、もったいない。でも本当にしんどい時は立ち止まることも必要だと思うっていう感じかな。私もこの前は立ち止まったし、無理ってなった。あのまま続けてたらぶち壊れちゃう私がと思って無理ですってなって休んだりした時もあったけど、でもそれでも全然いいと思う。今の一言で寿命30年目指す、100歳いこう、3桁いこうね、一世紀生きたんだぜって言ってやろうぜ。誰に誰にですが。いやマジで結構みんなのことマブだと思ってるからな私。いやみんなほど私のこと理解してる人いないでしょ世の中に、マジでいないと思うよ。ステンマルクさん、こんにちは。私も復活したところです。いやでも落ちますよね、めっちゃわかります。普通にそうなんです。そうは言っても落ちるもんは落ちるし、そうって感じ。でも私を応援して
くれてる、いつも私を応援してくれてる人に言っときたいのは、なんか私ってもともとなんかその自分にあんまり期待してない人間なのね、ずっと。あのなんていうの、活動期間中とか、あのアイドルのね活動期間中とかも別に自分は選ばれないの分かってるとか、だからもう何の期待もしなかったの自分に対して。だから別に期待してない時ってさ、なんか例えば自分が選ばれませんでしたってなってもまあでしょうねで終わりじゃん。だから別に悔しいとかいう感情も全く湧かなかったの当時。だけど悔しすぎてもう配信できないほど悔しかったって言うってことは、それだけ自分に自信がついてるってことで、そうだ、それはみんなのおかげってわけですよ。だそれがすごい、なんかそれにびっくりしてる自分で、自分自身がって感じ。ある程度ね自信がないとやっぱりあの落ちることすらないから、そもそもとして。そうだから諦めてばっかりの人生でしたけど、私諦めてっていうかもう別に何の期待もしてないみたいな、どうせ自分なんてって感じだったから。私だからそういうマインドからみんなが抜け出させてくれたみたいな感じよね。アイラインがねブチブチついてるんですよここに。やめていただきたい。 JT さん、トキさん、こんにちは。天使さん、グッド、ありがとうございます。懐中電灯マニアさん、こんにちは。めっちゃわかります。そう、そういう時って重なるんですよね。なんなんすかね人生って。哲学。急に壮大なテーマ。塩爺さん、こんにちは。百キラ、ありがとうございます。いやガチでそうなの。何っていう、何をそんなにっていうね。 COG さん、だるまありがとうございます。めっちゃわかります。でもそれあるあるですよね。外が騒がしい。ばらけてきて、確かに。でもさ、でもさ、あれじゃないですか、なんかばらけてずっとしんどいよりもって私は思っちゃう。なんか落ちる時に落ちるとこまで落ちて、そっから切り替えていった方が私は好きだけど、好きっていうか私はそっちの方がまだいいけど、でも様々だよな、それも人による。そうなの、子供とかもそうだけど、みんな同じなんてことないんだから。そう、何歳児だろうがやっぱみんな面白いんですよね。あ、こんな考え方もあるのかって、もう子供から学ぶことの方が多いぐらい、子供って柔軟だからね、考え方が。あ、こういうパターンもあるんだなって、こういう捉え方もできるよねって。そう、何のなんかそのなんていうの、何のひねりもないからこそ、こう大人じゃ気づけないぐらいまっすぐ物事を見てる時があるから、あーってなる、気づかされる。ソーリーさん、こんにちは。リコちゃん、こんにちは。お猿、確かに確かに、私のアバターでお猿セレクトしてる人あんまいない。あんまいないけど嬉しいです、使っていただけて。そう、だから仕事にしてる人は本当に素晴らしいと思う。すごい戻るけど話が。
え、いるけどって感じですよね。いるけどあんまいないかもって感じいないじゃんっていう、ね、なんか終わったメイク終わったんだけど、西庵さんこんにちは。東京駅でハート、あ、そっか、え、何時から今日。待って、ちょっと感想聞かせてね、行ってきたらどうだった。なんか私さ全然知らないから、なんかその内容とか知らないからあれだけど、え、行ったら教えてどうだったよって。ゼロ歳児でもよく分かってる。いや本当に、あ、1時間やん、もうちょっとだ。昼公演か。へー、え、高一さんいるの？ちょっと高一さんのレポ聞きたいんだけど、いる？いるか。だってエンドレスショックでしょ。高一さんいなかったらエンドレスショックじゃない？だよね、だよね、いないことあるだよね。そうだよね。え、楽しみだね。ちょっと高一さん見る余裕あったらレポして、終わったら。いいなぁ。なんかさ楽しそう、マジで。ちょっと結構毎回言うけどさ、すごい楽しそう、そういうの。あ、お仕事いってらっしゃい、頑張れ。はらちゃんこんにちは。メガネ忘れてた、席後方なら終わる。え、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、リコちゃん、私を博多に博多にさ行かせようとしてるまたね。なおさんこんにちは。博多なら多分まだ間に合うじゃないよ。いや、初、例えば行ったとして、初現場博多って結構じゃない？もうもうさ、高一さんに全てを注ぐ覚悟がないと無理よ。え、ちゃちゃ、何事じゃんだっけ、忘れたわ今。なんだっけ、あ、ちゃちゃ、あ、そうそう、行かないと分かんないの、送られてこないんだ。なんかさ、友達がさ、この間さ、なんかその舞台、その好きな、なんかそういうジャニーズの舞台に行くみたいな、で、あのチケットが届いたみたいな、エリーちゃん大好きさんこんにちは。そう、チケットが届いたみたいなのを聞いて、あ、届くんだって思って。なんかさ、もうあの、それこそ本当コンサートとかはもう行くまで分かんないみたいなのがデフォだと思ってて。カズチンさんこんにちは。で、それを言ったら、なんか舞台とかは結構届く、事前に紙で届くのが多いんだよねみたいな言われて、あ、そうなんだと思って、ってたら、なんか今ランダムっぽいコメントを見たから、なんかそれ場合によって違うってこと？難しいんだけど、なんかさ、システムを理解しがたい。何基準でそれ決まってんの？気まぐれ？向こうの、やだね。どっちがいいの？そのファン的にはどっちがいい？え、でもさ、どっちがいい、え、どっちがいいかな、自分だったら。
え、どうなんだろう。でもさ、事前に分かっちゃったら、でもさ、事前に分かった方がさ、それこそ準備とかできるよね。なんかメガネとかさ、なんか何、双眼鏡とか持っていいの？舞台とかは。コンサートはよく持って行ってる人いるじゃん。私あれめっちゃ好きなんだよね。 TikTok とかでよく流れてくるあのカバンの中身紹介、オタクのカバンの中身紹介めっちゃ好き。全然参考にならないけど持っていくことないからさ、自分が。だから参考にならないけど、そういうの見るの好きなの。だからさ、コンサートとかだとなんかあの双眼鏡とか、あとだからなんだ、うちわとか、ペンライトとか、そういうの持ってる人が多いじゃん。だけどさ、舞台きっとそういうのいらないじゃん。邪魔だよね、だってうちわとかなんてあったらおかしいもんね、こんなやつ持ってたらね。厚弘さんこんにちは。セクソちゃん名義だから前は選ばれないとかやっぱあるんか。でもさ、それはもうランダムじゃないの？運なんじゃないの？そういうのあんの？それやだね。そうでもさ、だからなんかその事前に準備はできるなとは思うし、でもなんかあのなんていうの、あれはやだなって思う。だから行く前に慣れない。あ、天使さん親衛隊35人目ありがとうございます。あの書くときターンなしだよねって言ってたよね。メッシさん親衛隊36人目ありがとうございます。連続でありがとう。マダオさんこんにちは。11月も東京、でもさ、ないんじゃない、券がもう売ってないんじゃないのってことじゃなくて、人気でしょめっちゃ。終わってるんじゃない、さすがに。てかその逆に博多、待ってリコちゃんの推しも布教されそうになってるな。まあショリボンが出ない、そっちはらしいよ。ガタジエさん金のだるまありがとうございます。いや、あっても大丈夫なんかい、書かないでって言うてたやないかい。でワオが親衛隊になったら教えてって言ったじゃん。雪国の年金ライダーさんこんにちは。じゃあ入れて書くね。いい？それで普通にフルで書くよ。大丈夫？まあめっちゃ会話覚えてんだからね、みんなとした会話。ヨッタさんだるまありがとうございます。キャスト入ってないんだ。逆に誰が出んの？じゃあごめんごめんね大丈夫いいよ、そんな本気で怒ってない。あ、販売してないのまだ。あ、なんだ、なになに、それ事前抽選とかじゃないってこと？上田くん、上田くん出んだ。カトゥーンじゃん、カトゥーン。ヨッタさん金のだるまありがとうございます。すごいよね、アイドルやめるとこういう話できるからめっちゃいいそう、私マジでさ、女性アイドル界隈に関してのさ知識がさ本当にないの、興味もないし、だからさ全然わかんないんだけど、そっちの話は。だけど周りになんかそういうなんかファンをやってる子がいっぱいいるからさ、 J はいろいろさ話聞けるしさ、ちっちゃい時とか見てたから自分も、だから割とさ話せるけどさ、女性アイドルマジ分からんし、みんな一緒に見える。ヨッタさん金のだるまありがとうございます。記憶力良すぎて怖いくらいで、でもね、だからあのなんか前もやった気するけど、なんかあの声に出してるってのもあると思う。声に出してコメント読んでるってのもあると思う。黙読だったら多分無理。カピオジさんこんにちは。無音って書いてある、伝われカピオジ大好きみたいになってんのウケる、おもろい。伝わってんのかな、
なんかさ、無音の方用になんか作ればいいんだね。なんかこうアイロンチーじゃなくて、あ、確かにタイミング、タイミングあるし、ごめんな。え、でも多分伝わってると思う、さすがにこのタイミングでこんなやつ多分伝わってるはず。私のファンの人だったら多分伝わってるよ、大丈夫ねえ。意思疎通120点だもんね、うちらみんなマブでしょ。なんかさ申し訳ないよね本当に。あ、ハートありがとう。なんかさ距離感がさ私わかんないからさ、わかんないっていうか、なんか結構さ初手で詰めちゃうからさ、だからタメ口だし、みんなに、そうだからなんか普通になんかさフラッと入ってきた感じの人とかだったらうわってなるかもしれないよねそれはごめんなさいって感じ、もう我慢して嫌だったら出てっていう感じ。え、伝わってるよね、ハートありがとう。そうだよ、これなんかシルエットクイズ、シルエットクイズ違うよ、ジェスチャーゲームみたいなだったらわかる。シルエットクイズはくさ影になっちゃってんじゃん、ピーポー聞こえないんだけどありがとうありがとう。絶対わかってるよね。あ、はるかちゃんだ、おはよう、おはおは、元気か、早く会いたいよ、アイス食べたいよ。え、休みじゃないんじゃないの、大学休み、今日大学休みって何、本当にさ、マジで毎日毎日毎日喋ってるのにさ全然飽きないの、何、どういうこと、どういうことになるね、はるかちゃん休みじゃないで再会だ、え、かわいい、え、それな、お疲れ様だよ大学。いまだにアイドルファンの SNS とで距離の取り方は、あー、どうなんだろうね。でもさ人によるんじゃない、私みたいにさなんかその距離感近い方が好きっていう人もいるかもしれないじゃん。でもまあアイドルだったらねそれが正解かもね、そのなんか適度に距離を取るのが正解かもしれない。高尾さん、さとしおんさん、こんにちは。そろそろ話が尽きてもいい頃、いやほんとそれな、でもさ何を話してんのって言われてもうーんって感じなんだよね。なんか別に特に内容がない話って感じ、どうでもいい話を延々としてるみたいな、てか同じ話しすぎ、うちら面白いね、同じ話で毎回盛り上がれんのコスパいい話す量何体なの、100、100だよねなんかさどっちも聞いて聞いてってなる時があんの、結構自我があるタイプのコンビですね私たち。え、しかも私さ人によっては全然聞き役に回る時あるんだけど、なんかあのブワーって話しても大丈夫だなって思える人には自分の話も聞いて聞いてってなる。そうそうなの。え、てかなんか最近ね、あのあれなの、集団で仲いいんだよね。なんかはるかちゃんのお友達を紹介してもらって、だから私がその輪の中に入ってるみたいな感じなんだけど、そうだからみんな年下なの私は。そうみんな年下でみんな学生だから若いなと思いながら見てるんだけど、広がってるでしょう。ココさん、こんにちは。そうみんな可愛いんだよね本当に。
そうなの。はるかちゃんが何歳になって同僚紹介しよう、いやそんなそんな飛躍してんの。もう小狐さんこんにちは。みんな私の話を聞いてしまったのか話。いやほんとそれそうだよ。えでもなんか思ったより仲良くなっちゃって面白いって感じ。私なんか普通にあどうもーみたいな感じで終わるかなと思ってたの正直。私さあんまりこう開拓するの苦手だからね、人間関係を。なんだけどなんかそう毎日喋ってる面白い。えだからさなんかえしかもねグループラインとかあるんだけど早くない？グループラインあるんだけどグループライン気づいたらさ通知200とか言ってんの。喋りすぎだろみんな喋りすぎないよ。でもさちょっと目離すそうなんだよ。だからもう怖いよね私そういうさそういうなんか友達いたことないの。そういう感じになる友達いたことないからだからビビるよね。なんかしかも私朝起きんの遅いからさみんな学校とか行ってるのに私だけ朝起きんの遅いからなんかこう起きてパッて見てなんか200何十件とかちょっと待ってえっ怖いってってなる。えそう見返してなんかうんうんって返事してる その場であのその口でうんうんって。えでもそういうのも別にできる人たちなの。だからその返したいところに返してあとはもう見てるよっていうのでそうあ戻らなきゃなんでまたありがとう。そうそうそ そう見てるよっていうの、ね、が伝わってると信じてって感じなんですけど面白いよね。友達ってんのはるちゃんみたいな活動してる。いや違う違う全然違う。そうそうなの。みんな若くてピチピチなの。年下女子確かにね。えでも私年上の方が本来好きなんだけどなんかねみんなねあの大人っぽいなんていうの実年齢より全然大人っぽい子たち。お揃いの服とか買っちゃえそれなほんまそれ。しかもめっちゃノリでえマジでさ本当にお金ない本当に金欠なのにワンピ買っちゃったお揃いの。えでもめっちゃ可愛かったよね。ね器用ね。そうあれはめっちゃ可愛かったんだけどいや本当に違う。だからあの私とはるかちゃんはもともとさ友達じゃん。で私とはるかちゃんはずっとあのパトゥーっていうところの T シャツが欲しいって言ってたの。だから最初はそれが欲しかったんだけどえでも買えないんだよね高すぎて。カズーさんこんにちは。そうだから一旦ちょっとあの前座前座でワンピっとこうって全然もっと安いやつねもう値段半分以下みたいなそうやつを買ったんだよね。はるか猫さんこんにちは。そういる一緒いる一緒違う違うパトゥーパトゥーは入れませんよ私そういう別のもの買っちゃいましたじゃないんだよな。変えたやんっていうね。 M44G さんこんにちは。えそうでも本当に欲しいよ。だから後々ゆくゆくは欲しいよねっていう。そうだから私たちの最終目標というか今の最終目標はパトゥーお揃い。マジでしたい絶対可愛いから。
欲しい。絶対いつかしよう、マジで。真面目に。いや、そう、あのね、スナイデルがマジで可愛く見えるよね。スナイデルでもそういう値段のやつあるけど、マジアウターだよね。Tシャツがアウターみたいな値段すんの。でもめっちゃ可愛くない？そう、でも可愛いんだよね。でもさ、スナイデルとかのさ T シャツで1万円くらいするやつとかも高いなと思うの。 T シャツに1万かと思うんだよ。でもそれ何枚か買えるぐらいの値段じゃん多分。そう、今日よく見たらかね、よく見たらとかじゃないから、普通にパッと見でも可愛いって言いなよ。ヒサさんこんにちは。それ褒めてるようで褒めてないでしょ。T シャツ結構消耗品。まあ確かにね。え、そうか。そう、いや、そんなでもいいやつだったらさ、あれだよね、あの大事に着る、ちゃんと。なんかそんな適当に着たりしない。タンプレ何かよっぽどのことがあったら思って。大事な時にしか着ないよ。そしたら七色のインコさんこんにちは。よっぽどのことがあったらなんだ。いや、起きないことを願ってるよ。しかも2色あんだよね、黒と白。どっちが似合うと思う？え、ちょっと普通に参考として聞かせて。私って T シャツ白と黒どっちが似合いますか？確かに宝くじ3億とか当たったら欲しいかも。3億円当たったらちょっとおねだりしちゃうかも、さすがに。白か、白が好き。圧倒的白やん。白く、え、わかる、わかった、ありがとう。いや、無地っていうか違う、だからあのなんかなんていうの、こういう文字とか入ってる感じのやつで。ベージュ着たことないから、私色物の T シャツ着ないから、あの黒白以外は着ない基本。待って、めっちゃおもろい。じゃあはるかちゃん黒。はるかちゃん黒だよね。そうなったらまあ必然的にはるかちゃん黒だよね。七色のインコさん、金のハートありがとうございます。じゃあとりあえず白ってことね。私も買う時の参考にしよう。普通になんかそういうパトゥーとかじゃなくて、普通に T シャツとか買う時の参考にしますわ。 OKOK、 ありがとう、教えてくれて。パク、カバンの中身でも入れ替えましょうかね。なんか今日はちょっといつものカバンだとおかしいことになりそうなんで、じゃあさっき話題に出たからカバンの中身紹介しよう。かわいいって言ってる。ダムヒロさん、シエテ37人目ありがとうございます。イエーイ。よし、まずはパスケース。パスケース、なんかこれいただき物なんですけど、
それこそ二十歳の誕生日とかにもらったやつかな。そうなんだけど、めっちゃ可愛いよね、黒で。そう、でも結構使ってるから変えようか迷ってて。な、私さ、お財布がミュウミュウなの。ミュウミュウ大好きなの。ハッキーさんこんにちは。だからなんかミュウミュウの違う色、これ今黒だからお財布が違う色のやつにしようかなと思ってて、パスケースなんかさ、こう開くやつとかじゃなくて、結構こうなんか薄型のやつが好きなのね私。え、そう、水色がいいの、アイスブルーみたいなやつがあって、なんか濃い水色となんか薄い、なんていうの、本当もうブルーグレーみたいなやつが2色あるんだけど、青系だと。そのアイスブルーの方がめちゃくちゃ可愛くて、なんかお財布も本当はそういう色可愛いなって思ったけど、これの1個前が水色だったっていうのもあってやめたんだよね、黒にしたのお財布は。だからそれはアイスブルーが欲しいんだけど、うんって感じ。誕生日、うん、もうすぐだなっていう感じ。七色のインコさん、金のだるま、ありがとうございます。そうだからちょっと考え中な。でもなんかの節目とかなんかのタイミングで欲しいなって感じなんだけど、そうっていう感じです。でお財布がこれ、お財布はね2つ折り、なんか前3つ折り使ってたんだけど、ん ?3 つ折りじゃないか、2つ折りだけどなんかもうちょっと分厚いやつ、ちっちゃくて分厚いやつを使ってたの。あ、そう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 、あのバレッタね、そうミュウミュウのバレッタもアイスブルーがいいって言ってた。そうだった、忘れてた。あれはめっちゃ可愛い。そうだからなんかこういうね結構よく使う財布とかは黒とか、バッグはベージュとか、なんか使いやすい色にして、なんていうの、なんかそういう小物、ヘアアクセサリーとかパスケースとかはちょっとこう色物でもいいかなと思っているんだけど、まあそれが全て揃う日はいつになるんだろうかって話なんだけどね。そう、まあでもね、そういうのも一気にこう変えちゃったらつまんないからいいんですけど、そう、まあとりあえずだからパスケースと、あとこれ、お揃いたくさん欲しいので労働が、いや私も頑張ります、私も労働しなきゃ、頑張ります。そうっていう感じと、ポーチでっかいんだよね、なんかこのバッグだといいんだけど、てかこれ合ってる、なんかどっちがいい、いやこっちだな明らかに。そう、これはメイク直し用のパウダーとか、オカピーさんこんにちは、パウダーとか、あとリップ塗ろう。前の財布もクタクタなんだ私。え、めっちゃわかる。お財布はね、私割とまだ変えたばっかりだから全然いらないんだけど、パスケースが本当にそういう状態、めっちゃ使ったから。あと目薬と、あと香水、ロールオンタイプの香水、一応持ち歩いてるけどあんま使わんなって感じ。あとはなんかあった時用のシミ抜きとか入れてるんですけど、ハンカチでしょ、ピアノちゃん、かわいいピアノちゃん。これは2年前、違うな、今年じゃないから3年前の、今年はまだ出てない、7月の16日だったかが確かピアノちゃんの誕生日で、その時期にだいたいピアノちゃんにフォーカスが当たったグッズが出るんですけど、2年前か、だから合ってるわ、3年前じゃないわ、2年前のピアノちゃんのグッズ。去年のやつはもうちょっと違うやつだったかな確か。そう、なんかね、おリボンがついてることが結構多いんだよね。あ、でも違うか、
去年はメレンゲパーティーだったから、これはなんかリボンがついてるやつですね。かわいい、こっちが好きです。私1日何回リップ塗る、でもわかんないな。でも 4,5 回は塗ってるんじゃないですか。あとウエットティッシュ、私結構すぐ手拭きたくなっちゃったりとかするんでウエットティッシュ持ち歩いてます。あとこれモバイルバッテリー、なんかミュウミュウのなんか買った時についてきた巾着の中にモバイルバッテリーが入ってます。なんかモバイルバッテリーももっと薄型のなんかさやつ欲しいんだよね。めっちゃ使ってるからこれずっと。なんかいいのあったら教えてください。やっぱアンカー、アンカーがいい。やっぱり何がいいとかわかります。出かけるんでも反応 OK です。あとミンティアと串ありがとう、そんな出かける間際まで見てくれてありがとうございます。っていうぐらいかなっていうのを、この幅のあるバッグからこのちっちゃいバッグに入れ替えていくんだけど、入るかな。懐中電灯付きのモバイルバッテリーなんて、あのめっちゃ噛んだけどみっちゃんこんにちはモバイルバッテリーって言っちゃったけどこのベージュのバッグめっちゃ可愛いでしょ。アウトレットで買ったの。ミュウ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 おばさんだから私。可愛い、本当に可愛い、超お気に入り。こればっかり使っちゃう。よいしょ、ちょっとこのポーチの中身を入れ替えないといけない。ケイさんこんにちは。避難グッズ限定、ね、すごいね。タイムスーパー割引セール、いやでも大事だよね。そういうだって何を削るってなったらやっぱり食費が一番削りやすいじゃんね。だから大事よ。まだまだおばさんではない、いやまあまあ違うけど、違うけども着実に近づいてはいるじゃないですかでもさ、なんかさ自分の中でうわーなんかちょっとこれ年取ったかもって思う瞬間はあるけど、例えば自分より年上のお姉さん、だから今私今年23歳だけど25歳とかさ30歳とかのお姉さん見ても別にうわおばさんだなとか思わないんだよね。それが不思議なの。だからその自分的になんかあちょっとやっぱ前とは違うなって思う瞬間があるだけで、そうっていう感じ。鈴木一郎さんこんにちは。そうだからなんかその年上の人を見てうわおばさんだなとかは思わないんだよね。ふよし準備ができた。これも可愛いよね。これあれなの、このトップスと同じブランドダーリッチ。まーちゃんにおばさんと言われたらなんか絶対にそんなことはないいやてかさ、リコちゃんってほんと変わんないもんだって。昔からずーっと可愛いまんま。学校の日？私？学校終わってるよ。この間急いでたら足がもつれて抱いて大丈夫？大丈夫なの？それはあのそのなんか何してんのとかの前に大丈夫が来るんだけど、大丈夫だった？怪我しなかった？なんかさ、ウエットティッシュ入れてますとか言って入れんの忘れてた。虚言。やだー。
こちゃん同い年じゃないよ、真央よりお姉さんだけど、でも見た目は全然若い、真央より。ラッキョさんこんにちは。真面目に、あ、オーシャン行った日大丈夫命がけでオーシャン行ってるやん。そう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 、個人的にはそう思ってるって感じ。な、本当に昔から応援してくれてるけど、マジで変わんないし、ずっと可愛いまま大好き大好き、ほんと可愛いんだから、私の癒し。でこの間のイベントで超久しぶりやってガチ泣きそうだったわあの時ほんと危なかった。みーさんこんにちは。そう、やっぱなんかこういう、まあ、仕事っていうかこういう活動してて本当に良かったなって思う瞬間の一つって感じかな。そういうなんか、そう、昔から応援してくれてる人に今も会えるっていうのがマジで嬉しいし、でもなんかそうじゃなくても普通になんかその活動の後なんか配信者として知ってくれた方が初めて私に会いに来てくれたっていう時もめっちゃ嬉しいし、前来てくれた人が2回目とか3回目とか、そうイベントごとに会いに来てくれるとかもめっちゃ嬉しいから、だからやっぱりなんかその対面で会えるっていうのは私にとってはすごい特別なことかなって思うし、それはなくしたくないなんて思うのよ。そう、 NGT のしかも結構初期から応援してくれてる。そうなの、だからさ、そういう人が今も応援し続けてくれてるっていうのがすごいの。まずそう、私あんまそういう人あのいっぱいいるわけじゃないから余計に特別に感じるし余計嬉しいよねって感じ。タイガーさんこんにちは、ラオ風邪ひかないようにありがとう。お互いね。45分だ。対面で会えても名札つけちゃう、誰だか分かんない。人による、何回も来てくれて何回も名前教えてくれたら分かるって感じ。え、でもなんか顔は普通に2回ぐらい来てくれたら私全然覚えれる、あ前もいたってなるけど、名前と顔を一致させるのが言ってくれたら分かるって感じ。あの誰々ですって、そうだからなんか毎回イベント来てくれてでコメントもいっぱいしてくれてとかだとすぐ一致するかなって感じ。だからここでの名前はもう分かってるから、そうあのなんていうの、だから逆に配信で使ってる名前を言ってもらったらパッてこうつながる、すぐあってなる、だからそれで覚えれるかなって感じ。そう、そうよ、だってせっかくさ会いに来てくれてるのに名前覚えてないのは失礼じゃん。いやいや覚えてる覚えてる覚えとるんよ、今度こそイベントでじゃないんよ、大丈夫大丈夫。だから私多分認知能力結構高いよ。拓蔵さんこんにちは、任せて。変なとこ記憶力いいから日暮さんこんにちは。そう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 、私も頑張らなきゃ。でもあれだよね、はるかちゃんの場合はさ、なんかそのなんていうの、なんかその現場で会う大人の人とかのさ名前とか、私それ苦手なんだよね。なんかさ、そのファンの人ほど頻繁に会うわけじゃないみたいな
人とかマジで苦手、大人の名前覚えるのガチ苦手だった。だからなんとかさんとかわからねえって思いながら、そう活動してたよ知ってる人もいたけど、そうあのなんかアナウンサーさんとかじゃなくてスタッフさんとかね、ディレクターさんとか、うわ誰だっけみたいな人とか多かったけど、そうでもやっぱり名前を覚えてるような人は今会ってもあーってなるから、そうそれこそあの BSN の日向祭りとかやってるあのラジオの BSN の方とかはもうめっちゃあーってなれる、まだ超いい方なんだよね。ひかさんこんにちは。悪すぎて最前に止まらせたペンライトの方しか出席確認いい方できないなるほどね、出席確認した、こうやってこうやってやったそんなんできないのか。いやでもさ違う、そんな距離にいたら確かにそりゃそうだよ。そう私はもうさこんな距離で会ってるからね近すぎやろこんな距離で会ってるからそうわかるけど、確かにそんだけ離れてたらそうなるわ。まあもうねえっていう感じで、4期生は一人も分かりません。だからもうその新メンバーとか見てないから分からん。リカ太郎さんこんにちは。超いい方もしくは超嫌な方、あー確かに確かに、でも嫌な感じとかだともう名前とかもあんま呼びたくないからね正直。電車に来いやつ大丈夫か、急いでた。そう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 ね、ってことで私も移動しようかな、そろそろね行こうかなと思います。みんなありがとう、来てくれて。夜はできたらやります、はい、っていう感じで、みんな昼間なのにありがとう。半日終わったね、まだ終わってないよって方もいるかもだけど、お仕事じゃない、友達と会います。そうじゃあみんなありがとう、またお会いしましょう、良い一日を、ありがとう、またね、行ってきます。あ、ちょっと待った、ケンさん親衛隊38人目ありがとうございます、ありがとう。あ、面白い。